この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイッチョペロッと、すごいよ。パチスロで勝てないパチスロライター木村魚拓と最強素人ナルセココミエンドガチスポで久々に勝ち抜いた朝比奈ゆき、今回の対戦基地はもはや朝比奈のお箱、パチスロ北斗の拳シリーズ最新作修羅の国編。1ゲームあたり純増 2.0 枚の ART 機となっている。ルールはシンプルに、実戦終了時点で獲得枚数が多い方が勝利となる。そして魚拓の頑張り次第では K カップクイーン春菜花ちゃんがセクシーショットを届けてくれるぞ、ご期待あれ。そんな花ちゃんは K カップ無敵からデビューした無夫婦女優さんだ。で勝負の方はというと、序盤に2度の ART でそこそこ出した魚拓、ナルセは全くいいとこなしで、なんと朝一から700ゲーム合格だな。今中中だ、中中中中中中。あ、そうか、ボーナスの可能性もあるのか。ボーナスか、違う、ボーナスではない。あるよ、ここかな。まだ何調子どうなんですか。悪くないです。悪くないですか。悪くないって悪いんだよこっちは。荒れてるね。どうした、どうします。春の花の無敵チャレンジやらないです。やらないって。やれよ。いや、刺させろよ。いや怖いもん。やだよ。あれよ、20ゲーム以内にカウンターをつけたら、はい、何でしたっけ。胸の谷間に指つぼです。指つぼ、はい、もしできなければ そうなんですよ。問題はそこなんですよ。できなかった場合に何ですか。もう何すか。全部のフラストレーション俺にぶつけようとしてるでしょ。でも指つぼはちょっと引かれるんだやっぱり。あ、やります。やります。あ、やります。引かない、引くよ俺。18 19 20 イエーイ。
残念だよ。あれ成瀬さん、はい、残念です。もうすっきりしたみたい。あ、なるほどですね。じゃあ頑張ってください。あ、怪我ってませんよね。いやいやいや頑張ってください。でも私がやってくれるのは悪くない、はい、あ、本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。もう激しくこう腕を動かすたびにブルンブルン言うんですよ。ブルンブルンっていうか、その今のチャレンジ運より成瀬が不憫でならない。2016年を締めくくるスケスポでまだ1回も当たってない。天井前に当たればいいね。